ちで参りましょう。 DJ アーサーレッツゴー。よーチーム玉2ポイントの応酬レッツゴー。白川攻守交代、さて2階でご覧の皆さんもくれぐれもスマホ等の撮影時に落下にはご注意ください。特に手すりに持たれて観戦の皆さんも十分にお気をつけてご観戦ください。ジャンプ早せうーファールコール。攻守交代もう一回プレイヤーゲーム、早瀬ゲームナイト2ポイント。4対2、2点のリード。レッドはリグナイト。味方を壁に使って詰めゲイ。ここは足に当たってキックボールという判定です。地元はピンクの桜船橋。品川ナイスリバウンド。その渡辺、ナイスリバウンド。1回だ、スーポーイ。アウトサイド交渉です。ユミナイト東京ウエストバックチェック。これは前、小口キープ。第一、おう、ナイススティール宮島。さあここはベテラン宮島のスキル。グッディ、ナイスディフェンスは品川。3x3、 試合時間はわずかに10分間です。得点は1点と2点。2ポイント、これが決まると通常の場合のスコア。ナイスフォローは早瀬と下か。相性はジャンボ。身長ペース、スピード、スコア。渡辺2ポイント。3分経過、ロング2を狙ってきた。ワオ2ガレー、同点、7対7同点。ファルダー、オーエンワン。
スコアの訂正があってこれで9対7のスコア。高確率です。アウトサイド10対7、3点のリードはリブナイト東京ウエスト、エンジのユニフォームです。ワールド2、このボールを一旦2ポイントラインの外に運んで攻守交代。ジャンボ早瀬キープ、ワオエワー、得点決まって10対8。2点を追いかけるピンクの桜船橋。ワイヤロング2、おー、これも N1。 12対10。現在チームファウル4つのファウルは赤、エンジのリブナイト東京ウエスト。高にドライブ、ワンポイント、13対10、リブナイト。まずは初戦、両チームコートのコンディション、ロケーション、そしてこのレフリーへのアジャスト。2本キックアウト、矢島ノーコールだ。品川2本、これで逆転に成功。14対13と逆転に成功。投手交代、2ポイント。塩とか合わせる、一人飛ばしてショットクロック5秒でローザー打てるか、切った2ポイント。これはオンザライン、ラインを踏んでいたという判定です。1ポイントに訂正です。14対14の同点。タイムアウト、ここでタイムアウトはピンクの桜船橋がコール。両チーム紹介です。赤、リブナイト東京ウエスト。東京は西東京市を中心に活動しております。アスリートとしても社会人としても一流を目指すを理念に掲げ、プロとして子どもたちに尊敬されるようなプレイヤーを目指しております。対する桜船橋、
こちら船橋市をホームタウンに地域貢献を心がける男女ともに活動する稀有なチームです。バスケットボールが盛んなこの地域において地元の愛とサポートを背景にさまざまな社会貢献活動に取り組み、地域社会に積極的に貢献しております。地域の子どもたちにスポーツの楽しさを伝え、健全な、最高ライフスタイルを促すイベントの開催などなど、非常に地元に根付いた活動、チーム桜船橋。わお。4分を切って14対14、品川ツーポイント。さあここからまだまだゲームは動きそうだ。トス、ここはノーバスケットだ。ショットクロックバイオレーションです。シュートまでのタイムリミットわずかに12秒です。12秒以内にシュートを打たなければ相手ボールとなります。早瀬ジャンパー、打点の高いジャンプショットをメイク。これで17対14と3点のリード。ここはファールでストップ。まだ桜船橋はこれが1つ目のファールです。リブナイとはもうすでにファールは6つ。7つ目のファールからフリースローが2本与えられます。ポイントを狙う。ノックアウトスコアは21点。現在17点はピンクの桜船橋。ここはワンポイント。巧みなチェンジオブペースでまずはワンポイント詰め寄ります。17対15。オープンのツー、早瀬がフォロー。3点のリード桜船橋。あれだ、チームファール2つ目、タイムアウトです。タイムアウトはリブナイと東京ウエストがここでコール。さてこれで両チームタイムアウトを消費です。ゲームで使えるタイムアウトは各チーム1回ずつのみ。残る時間を考えるとノックアウトスコア21点、どちらが先に得点を奪うか、こちらに注目です。現在18対15、3点のリード地元桜船橋です。リスタート、タイムアウト明け、どんなプレイで来る。リブナイト東京ウエスト、ナイスプレイ、エンワー。カウントで16点目、さらにボーナスワンショット。決めて太田、1点差。本日のファイナルトーナメント、もちろん敗れればその時点でシーズンが終了です。ワンポイント、粘って、19点到達は桜船橋。2ポイントであれば KO となります。宮島、太田、キック、一気に狙ってくるか。品川、ナイスパス。さあマッチポイント、20対17。2ポイントあるぞ。
20対19、品川 KO ノックアウト。三井不動産トライクロス2023-2024 シーズンファイナルズ1回戦、桜船橋 VS リブライト東京ウエストはファイナルスコア22対19、ノックアウト。2回戦進出ウィナーは桜船橋。